はい、どうもふめいだよです。今回ですけど、アクアのスキルレベル4をノーアイテムで使ってみたという動画になります。まあね、早速やっていきたいんですけれども、まあ自分最近使っているんですけどね、ノーアイテムでね、まあ軽く3000コインぐらい稼げているので、まあその辺をね証明できたら、証明というかまあ見せれていけたらいいかなと思っております。じゃあ早速やりましょう。でちょっとプラスコインだけねやらさせてください。あのよりね多く稼ぎたいんで、スノコインで3000コインは軽くいきます。はい、とか言ってね、マイツムがなかなか降ってこなくてね、はい、3000コインがいかないといったこともあるかもしれない。ただ俺はやるよ、ただ俺はやるよ。わあ、今くっそ繋がんなかった、繋がると思ったら繋がんかった。よっしゃ、オッケー、33勝強。多分ね、ボムは取っといて おいた方がいいです。基本フィーバーにつなげるために使うか、ボムキャンで使うかですね。そのために取っておいた方が自分はいいと思います。あ、うそ、発動できんかった。さあさあ、31消去か。もうちょっと消したいところやけどな。さあこれでまあいくんじゃないですか。あ、いかんかった、いかんかった、舐めてたらいかんかった、いかないやつでした。まあでもね、こんだけぐだぐだ喋りながらやっても、まあ、3000コインぐらいいけるといったところで、まあね、皆さんね、ノーアイテムの派の人、まあちょっと確率プラスコインとかさ、54を使うとさ、まあ、2300コイン消費してしまうんで、まあそこの差し引きであまり効率が良くないなと思ってノーアイテム派をね押してる人はね、まあ、ちょっとねこんな感じで、ね、稼げるのでね、まあよかったらね試してみてください。はい、それではね、今回はね動画を終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。